この人がやばい。本日紹介するのはジョン・ゲイシーという男。彼は1972年から1978年までの6年間で33名を殺害した連続殺人の犯人です。ピエロに扮して社会活動を行っていたため殺人ピエロと呼ばれていました。2017年に映画化されたイットのモデルとされたと言われる人物でもあります。そんな恐ろしい連続殺人犯の人生について振り返っていきましょう。本名ジョン・ウェイン・ゲイシーは1942年イリノイ州のシカゴで生まれます。父親は情緒不安定な性格でしばしば自分の家族に罵倒や暴力を繰り返していました。父親は初めての一人息子に期待を込めていましたが、生まれたばかりの息子に心臓疾患があると知った途端徹底的な虐待をするようになりました。父親は体の弱いゲイシーを断るごとにクズ、マヌケ、オカマ、お前はホモになるなどと常に責め立て、小さな失敗を見つけてはゲイシーを物で殴っていました。このように父親はゲイシーを肉体と精神の両面で痛めつけていました。このためにゲイシーはパニック障害や心臓発作を頻繁に起こし、よく失神していたそうです。それでもゲイシーは自身を罵倒し続けてきた父親を心から愛していたそうです。その後成長したゲイシーはビジネスの専門学校に進みます。卒業後は大手靴販売店のセールスマンとして就職。営業成績も良く、若くしてエリアマネージャーに抜擢されます。地元の青年会議所にも所属しており、次期会長になることが確実視されていました。22歳にはマリリンという女性と結婚し、外からは順風満帆に人生を楽しんでいると見られていました。しかし実はゲイシーは結婚する少し前、一緒に酒を飲みに行った男と無意識のうちにオーラルセックスを行っていました。ゲイシーは父から言われ続けてきたことが現実のものになったことに深い恐怖と嫌悪を抱いたそうです。しかしそう思いながらも本能には抗えず、その後青年会議所会員の息子である15歳のバリューズ君をポルノ映画を見ようと誘い、地下室で体の関係を持ちました。ことが済んでからゲイシーはバリューズにお金を払いましたが、その後もバリューズはゲイシーの元をしばしば訪れ、何かと理由をつけては金を要求するようになりました。ゲイシーはその度にお金を支払い成功したそうです。しかし解党選挙を目前に控えた頃、バリューズがゲイシーを訴え、ゲイシーは少年への性的虐待の罪で逮捕されます。この時26歳でした。しかしゲイシーは懲役10年の実刑にもかかわらず、刑務所内での行いが良かったためわずか16ヶ月で出所となりました。しかし服役中のこの16ヶ月の間に妻とは離婚、また父も肝硬変で死去し、ゲイシーは生きる目標を失いました。釈放されてから自暴自棄になったゲイシーはパーティーで知り合った少年を漁るようになります。ある夜、とある青年とベッドを共にし、早朝に目を覚ますとその青年がナイフを持って立っていました。恐怖からパニックを起こしたゲイシーは格闘の末その青年を刺し殺します。しかし実は青年はゲイシーのためにサンドイッチを調理しており、ナイフを持ったままゲイシーを起こそうとしたのでした。これに大きく混乱したゲイシーは死体を床下に隠しました。これ以降快感に目覚めたのか、殺人が習慣になっていきます。ゲイシーは多くの少年たちを次々に家に誘い、強姦した後に殺害しました。被害者を誘う手口はポルノを見ないかと言い地下室に誘い、その後手錠をかけて動きを封じ、凶器で脅しながら強姦しました。殺害方法の多くは、少年たちが首から下げていたロザリオにボールペンを入れゆっくりねじって絞殺するというものでした。殺害後に遺体は床下に埋葬し、その上に石灰、時には塩酸をかけることもあったそうです。ある日ゲイシーの会社のアルバイトの面接に行ったまま行方不明になった15歳の少年ロバート・ピーストの行方を追っていた警察官ジョゼフ・コゼクサックがゲイシーの家を訪ねた際、被害者の様々な遺留品があることに気づきました。その後警察はゲイシーが顔なじみの従業員にマリファナを渡していることを知ると、ゲイシーを麻薬不法所持の現行犯で逮捕することにしました。これによりコゼクサックは固く捜索令状を手に入れ、ゲイシーの家に入りました。そしてゲイシー宅で29人の死体が床下から発見されました。死体は床下できちんと整頓されたように埋められていました。死体は全てが腐敗しきっており、状態が悪かったために身元がわからない死体もありました。その中で最も若かった犠牲者はなんと9歳の男の子でした。また遺体から発生していたメタンガスに現場の警官たちは激しいめまいと吐き気を覚えたようです。この時ゲイシーはすでに精神がおかしくなっており、捕まった後は精神鑑定のためにシカゴの精神病院に移送されました。捕まってからのゲイシーは多重人格症として診断されることに尽力を尽くしました。ゲイシーは
私の中には4人のジャックがいます。全員のことは詳しく知りません。家で会ったことは全て4人目のジャック、ジャック・ハンリーが行ったことですと証言したそうです。しかしその騙しは聞かず、1994年の5月、薬物注射による死刑がジョリエット刑務所にて執行されました。通常薬物注射による死刑は平均7分前後で静かに絶命すると言われていますが、何らかの手違いかゲイシーは20分近く苦しんで絶命したそうです。はい、ということで今回は狂気の殺人ピエロジョン・ゲイシーについてお話ししてきました。かなりエグい内容でしたね。まあ、この後はね、自分の好きな推しの動画でも見て忘れてください。あ、でも一応この動画にも高評価ください。では本日の動画はこの辺で、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。